はい、皆さんこんにちは。お小遣いキャンパーのひろきです。今日はね、最近作った、キャンプ道具とかを4つ紹介したいなと思います。お小遣いキャンパーなんで、僕あんまりね、キャンプ道具とかお金かけれないもんで、ちょっとこう素人ながら、自分で作ったりとか加工することがちょくちょくあるんですけども、最近作ったものを紹介したいなと思います。はい、じゃあまず1つ目です。1つ目はカッティングボードなんですけど、これは100円のお店で、売ってたアカシアのカッティングボードをちょっとね、周り削って加工しました。ちょっと買ったやつはね、もうちょっと幅が大きくて、でちょっとあんまりね、綺麗すぎたんで、ちょっと周りを削ってちょっといびつな形にしてみました。でこれ実はこれ2台目で、うちもね100円のお店で買ったまな板なんですけど、だいぶ見ての通り汚くなってるんで、ちょっとそろそろ交換かなと思って買いました。でこの1台目のはね、多分杉かヒノキなんですけど、こっちの2台目のはアカシアなんで、まあ丈夫で風合いもすごくいいんで、これに変えました。これが1つ目次2つ目は、バードコールというやつで、鳥さんとお話ができますよっていう、ちょっとした遊び道具ですね。でここを回すと音が出るんですけど、こんな音がします。これまあ作りは簡単で、こういう木の枝にドリルで穴を開けて、こういう形状のホームセンターとかでよく売ってるネジですね、これを入れるだけです。で回し方によっていろんな音が出るんで、まあ、鳥さんの声に合わせてこうやっていくような感じだと思うんですね。こうやってちょっと何回かやってみたんですけど、なんかあんまりねお話できた感じはなかったですね。ちょっと練習が必要かもしれませんけど、はい、次はちょっとミニマムのお茶のセット作ってみたいなと思って作ってみました。まあ、コップはまあ前からあったんですけど、ホーローのコップで、これが、アルコールバーナーなんですけど、まあこれはなんてことないカンカン、普通のなんてことないカンカンにスチールウールを詰め込んだだけのすごくシンプルな構造のバーナーです。でこれが風防兼ごとくになってて、でこれ焚き火台のパーツなんですけど、ちょっともう使ってないんで、これは風防にしました。でチタン製なんで、ちょっと青光りしているような感じでいい風合いですね。でこれが風防兼ごとくで、ホーローなんで、このまま火にかけても大丈夫なんで、これでお湯が沸かせるといった感じですね。で収納も、これはアルコールバーナーはこの中入れて、風防これコップの径に合わせてますんで、これできっちり収まると。であと、まあ、水筒なんかもここにピタッとはまるんで、これでお茶ができるという感じですね。でこのちなみに水筒も、もともとね、ステンレスボトルだったんですけど、それをちょっと塗装を剥いで、このなんだ注ぎ口をもう外してしまって、蓋はコルクに変えてます。続いて4つ目は、ランタンのホヤですね。これをコロナビールの
瓶で作ってみました。ちょっとね、春先に行ったキャンプでちょっと小屋割ってしまって、でね、僕しょっちゅう割っちゃうんで、なんかいいのないかなと思って探してたら、このコロナビールの瓶がちょうどよかったんで、これにしました。で、まあ、この瓶をこの下の部分、底の部分とあとこの辺で切断して中空洞ですね。これが僕のは 8.5 センチで切ってます、まあ、ランタンによっても違うと思うんですけど、僕のはこれがちょうどよかったです。であとこのホヤをセットする部分とこのコロナビールの直径がこれジャストフィットなんで、ほんとちょうどよかったですね。でこんな感じでぴったりと収まります。今まで何回か使ったんですけど、まあ、今んとこ割れるような感じはないですし、多分長く使えるんじゃないかなと思います。もう一つコロナビールの瓶を選んだ理由としては、ほとんどのこういった形状の瓶はあのラベルなんですよね。ラベルなんでね、ちょっと剥がれたりとか、まあちょっとあの焼けて色が変わったりとかすると思ったんでこれにしたんですけど、コロナビールはこれ塗装なんで、まあこっちの方が持つかなと思って今のところこれ使ってます。まあこんな感じで、まあお金かけなくても、自分で作ったりとか加工するのも楽しみの一つかなと思ってやっております。まあ、単純にお小遣いがちょっと少ないんだけどね。まあ、まあ、まあこんな感じでまた作ったり加工したりしたら、紹介できたらなと思います。それでは。